<laughs> 飯塚さん、豊本さん、今日は飲みに連れてきてくださってありがとうございます。いやいや、俺たちももともと飲みに行く予定だったし、なあ。そうそう。そういえば、新入社員の上坂と飲みに行ったことないなと思って、誘っただけだから。嬉しいです。お気遣いいただき、本当にありがとうございます。どう会社にはもう、慣れたはい。 初めはすごく緊張していたんですけど、うん、先輩方のおかげで楽しく働かせていただいてますあのさちなみになんだけどはいあっそれ俺も思った、うん、いや上坂って話し方に品があるっていうか、うんうん、おしとやかっていうか、うん、お金持ちの家の子って感じだよねいえいえそんなことないです普通ですあそうなのはい お父さんも普通のサラリーマンですし、お母さんも普通の主婦ですし、普通ですよ。あ、そうなんだ。でも普通普通っていう人に限って何かあったりするけどな。本当に普通です。じゃあ趣味は何読書と映画鑑賞です。普通だな。普通です。どんな本読むの小説を読みます。普通だな。普通です。どんな映画見るの恋愛映画を見ます。普通だな。普通です。超普通じゃん。なんか異常なことないのいや、どんな質問なんだよ。なんか異常なことないのって聞いたことねえよ。 いやすいません私普通なんです<ー>普通すぎるくらい普通の異常とは対極の普通の人間なんです、うん、まああのそこまで強調されるとちょっと異常に聞こえるけどねそっか上坂普通か普通ですあっ角田来たこっちこっちああすまんすまんお今日は上坂もいんのか角田さんお疲れ様です <laughs> そっか上坂もいるのかいやまずいな 何がまずいんですかいや、上坂はまだ知らないと思うんだけど、いや、俺ってね、結構な変わり者なのよ。変わり者そうだよ。角田はね、本当に個性的で変わったやつなんだよ。いや、なんか周りが言うのよ。角田さん、変わってますねってね。そうなんですね。私、 角田さんのことすごく知りたくなりましたえあ、そういや参ったな <laughs> 角田何飲むああ飲み物ねうんえっとね俺は水ちょうだいはえ酒飲まないのあ飯塚知らないの 角田最近水しか飲まないんだよは何それ水しか飲まないのそうそうそういや今さちょっと俺の中で水がブームでさ水がブームいやなんか最近ね俺の中で水が気になっちゃってさ、うん、もうここのところもう水しか飲んでないのよえマジで言ってんの <laughs> マジマジいや俺酒とか興味なくなっちゃってさ今水オンリーで生活させてもらってますやっぱ角田変わってるよな <laughs> そうか俺変わってるか <laughs> あそうだ奥さんに帰りが遅くなるって連絡しないとなよしこのスマホで連絡を取ろうえっとスマホスマホえちょっとえ何それどうしたどうしたいやそのスマホケースそれ何のマークああこれこれあれよペルーの国旗ペルーの国旗 いや、なんか最近ペルーがブームでさ。ペルーがブームいやさ、なんか最近ペルーっぽいなって日が続いてさ。どういう日だよ、それ。いや、もうペルーが気になっちゃってしょうがなくてな。いや、とりあえず、スマホケースにペルーの国旗をあしらってみました。いや、角田、すごい。もう、すごい変わってんな。そうなのか俺、すごい変わってんのか、うん、<laughs> そうか、やっぱ変なのか。トイレ行ってくるわ。なんでだよ。 変だったはこのタイムでトイレ行くのは変だったいやいやまあ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 、ジュ行け早く。<laughs> そっか。<ー>変なタイミングだけど、俺トイレ行くわ。うるせえな、行け早く。<laughs> はははじゃねえよ。角田さんって、とっても個性的な方なんですね。そうだね。あいつ、ほんと変わってるね。なんか、羨ましいです。まあ、世の中には、ああいう生まれもって個性的な人間がいるってことだよ。ないですか違うと思うよ。 あいつ本当はめちゃくちゃ普通のやつだと思う。えいや、どこがえ超個性的じゃん。いや、俺前からずっと思ってたんだけど、あいつの個性って、なんか作られた感じしないそうかいや、だって冷静に考えたら水しか飲まないわけないじゃん。いや、それはあいつが変だからだろあとさ、スマホケースも強引に見せつけてきた感じあるじゃん。俺のスマホケース変でしょっていうアピールめちゃくちゃしてたじゃん。そうだっけそうだよ。 変って言われてめちゃくちゃ喜んでたしあいつは個性的な人間だって思われたくて個性的なこと無理やりやってるだけなんだよえー、そんな人いるいや角田ならやりかねないねそうかな、うん、上坂はどう思う私は個性的だな素敵だなと思いましたけどだよねあちなみに上坂のスマホケースどんな感じあ普通ですよ私のスマホはこれですあやっぱ普通だ ほら、上坂と比べたら、やっぱ角田個性で。あ、ごめん、ごめん、ちょ、ちょ、ちょっと待って、あの角田の話、一旦いいや。え,え、あのさ、今ちらっと見えちゃったんだけど、上坂のスマホの待ち受け画面。戦車じゃなかった。え、マジで。でえ、戦車好きなの。 私ソ連の戦車が大好きなんですソ連の戦車そうなんですよドイツの戦車っていうのがすごい人気じゃないですかこれはすっごく装甲も厚くて重くて強いまあこれはねティーガーとかパンダーとかいろいろあるじゃないですか、うん、それに比べてソ連の戦車は非常にこう弱いわしいというかまあ、うん、合理的に作られてるんですね余計なものがないと言いますかそこがすごくこう愛おしくて大好きなんです、うんうん、めちゃくちゃ好きじゃん止まんねえじゃん<え>めちゃくちゃ戦車好きじゃん <laughs> いや待って待ってえ,えうう上下かったよ 普通じゃないじゃんいやとんでもないです普通ですよだって戦車好きな方ってたくさんいらっしゃるじゃないですかあんまりいないと思うよ、うん、珍しいよないや、うん、女の子だったらみんな戦車に乗った王子様に書記長様に胸キュンするじゃないですかいやあの白馬じゃない普通、うん、戦車に乗った書記長様ってもう王子様でもなくなってるし、うん、いやいや王子様戦車乗らないしねこれ上坂の個性がここに来て溢れてきたよえもしかしてそれもなんか意味あるんじゃないん何がなに その上坂のスマホケースいやそれは普通だろういや白と青と赤ってなんか国旗の色じゃなかったっけあそうなんですこれはロシアの国旗の色なんですロシアの国旗そうなんですよ私ロシアも大好きなんですロシアも好きなのそうなんですもともとロシアが大好きで戦車とかにも行ったって感じなんですけど、はあ、ロシアの広がる大地に、はあはあ、魂と闇の国家と呼ばれるどことなく、うん、愛称漂う感じが好きというか <laughs>、うん、まあこれはよくね国民性が現れてると言いますけど <laughs> ドステイフスキーの罪と罰とかカラマーゾフの兄弟 白地これはね黒澤明もリメイクしましたけれども、うん、あのちょっと薄暗い感じの独特の世界観がすっごく好きなんです、うんうん、すげえじゃんロシアもめちゃくちゃ好きじゃん超個性的じゃんこんなことないですよ普通です戦車とロシアが普通に好きなどこにでもいる OL ですいやどこもいねえよそんな OL めちゃくちゃ少数派だぞえ待って待ってじゃあさっき小説読むの好きって言ってたよねあそうですねやっぱロシアの小説有名なのだとドセフキとかトルストイとかツルゲーネフゴーゴリ、うん、チェフォフ、うん、それからナボコフとか、うん、いろいろありますねロシアの小説、うんうん、ロシアの小説だったんだじゃあ映画は恋愛映画よく見るって言ってたけどあそうですねあの戦車が出てくる映画が好きなんですえそれ恋愛映画じゃなくないむしろ戦争映画でしょ、うん そうなんですけど、うん、私戦車に恋しちゃってると言っても過言ではないくらい戦車ばっかり見てしまうのでああ私の中では恋愛映画ですおかしくないすげえ変だよ変 <laughs> じゃないです<え>普通です普通か仕事終わりは僕が飲みながら、うん、戦車の図鑑見て寝るだけのごくごく普通の OL ですじゃあそんな OL いねえんだって超少数派だよ本物だ、うん、本物の個性派だ格差と全然違うだろ 本物の個性派ってこういうことなんだよねえあのそもそもどうして戦車が好きになったのうんそうそうあとロシアも、うん、長くなりますよいやいやいやうん超聞きたい教えて教えていやー変なタイミングでトイレ行ったけど戻ってくるタイミングは変じゃないかな <laughs> 普通だよえうん普通すごく普通そそうかうん普,普通かうん 普通だったか<通> <laughs> そっかそっか角田<え>あの今知ったんだけど、うん、上坂って戦車とロシアが好きなんだってえ戦車とロシアああ上坂超個性的な子だったんだよそんなことないです普通ですよね角田さんうんまあまあ普通かなありきたりかないやそんなことねえだろ動揺してるどうやら本物が現れて完全にビビってるみてえだな、うん、あそうださっき気になったんですけど ちなみに角田さんはどういうお水がおお好きなんですかどういうい水あの角田さんのこだわりのお水とかあるんですか本物が偽物に質問し始めたこれは見物ですよままぁ、あ、あのう俺が一番好きな水はあのあれよあの水道水普通だなへえ面白いお水のどういうところがお好きなんですかどういうところ まあ、な,なんつうのらあの水ってさ冷やすと氷になるじゃん温めるとお湯になるじゃんそういうところ普通だなお普通に水の性質言ったぞこいついやだからなんつうその水はこう変化するっていうのが水の魅力だよね薄知識薄でもそれ分かりますはっ、うん っていうやつがすごい好きなんですけれども、これ BT 快速戦車のシリーズの第2弾でえー BT 2、BT2、BT7 がありまして、これはね、ロシア語で言うと、ティーピアチという名前なんですけれども、これ1933年ちょうどこう、戦艦機ですね、第一次世界大戦と第二次世界大戦の真ん中に作られた、西側にこう、主力戦車を鼓舞するっていう意味で作られた戦車で、これ装甲は非常に薄いし、防御力も劣るんですけど、なんと素晴らしいことに、この戦車、キャタピラが取れるんです。そうすると、時速が70キロぐらい。 デールものすごく速く走るんですよ、まあ、変化する魅力っていうのはやっぱそういうところから来てるんですよね角田さんそうだね完全に圧倒されているじゃあペルーはペルーあそれもすっごく気になってました<ん>ペルのどういうところが好きなんですかペルーの好きなところああ <laughs> それひ言じゃ言えないなじゃあさペルーの首都ってどこペルーの首都か それ一言じゃ言えないない。絶対言えるだろ。絶対言えるだろ、お前。首都言えよ。首都言わない。言えよ、首都。言わない、首都。知らねえんだろ知らねえから言えねえんだろ知ってる俺はペルーを知っているじゃあ、ペルーって何語言わない。ペルーの代表的な料理は言わない。ペルーの言葉で喋ってよ。言わない何も言わない何も知らないってことだろ。ちょ、ちょ、ちょ、待、まあまあ、って、待、まあ、って、よ。何よ、お前。まあ、待、ま、っ、あ、てよ。な、な、何好きだったら、そんなに詳しくないといけないわけねえ。ああ ペルーの言葉でしゃれないといけないいいとけけわペルーがすごく好きならねペルーがブームなんだよねだったら上坂に聞くぞ何ですかロシアの首都はモスクワですちなみにピョートル大帝が首都を移してサンクトペテルブルクこれは泥地だったんですけれどもすごく頑張ってロシアの人がね開拓したんですよあのペトログラードと呼ばれてた時もありますけどこれが首都だった場合もありましたロシアの代表的な料理はやっぱり有名なのはボルシチでもこれウクライナ料理なんですよでピロシキこれはあの現地だと揚げ米 あげないんですよねあ揚げパンで売ってることがあってこれが日本でペロシキって言われてるのがなんでだろうって思うんですけどあとビーフストロガノフ私のおすすめはペリメニっていう水餃子みたいなやつですすごいすべてにちなみにがついてる補足説明がすごいじ,じゃああのお前ロシアの言葉で喋ってみろよロシア語で自己紹介してみろよロシア語でですかそうだよ好きなんだろう？ロシア好きだったらロシア語喋れんだろう？どうなんだおいストラストビッチ

雲泥の差だなペルーのこと何にも知らなかったし水もな水も水もペルーもこいつは何にも知らないただ個性派ぶった普通の人間だよなあ角田ああそうだよ俺は個性的だと思われたかったその思いが強すぎてつい水とペルーに手を出しちまったあのヤバい薬に手を出したみたいな言い方やめてしかしどうだよ 水しか飲めないこの地獄。いや知らねえ。全然知らない国について聞かれるこの地獄。いやいや。お前にこの苦労がわかるかわかんねえ。お前が勝手に始めたんだろ。いつか、俺もう水以外も飲みてえよ。はペルーの首都とか聞かれたくねえよでもう全部やめろよでもやめたらお前らばかりするんだろ <laughs> うせえな。普通の、落ち着け。平凡な人間だってよ下に見んだろ角田さん。 誰もそんな風に思いませんよ。やめろ、ウエ見るなよそんな個性的な目で俺は見るな普通に見てるだけだわ。角田さん。角田さんは十分個性的ですよ。ソスケ本当ですだって角田さんは個性的になろうとして、水しか飲まなかったり、ペルーのスマホケースにしたりしたんですよね。それってもう普通じゃないですよ確かに。そういう意味では、だいぶ変だよ。お、あれ 変なのか変だよ。すっごく変。角田さん、あなたはとっても、すっごく変な人です。ありがとう。俺のこと、変って言ってくれてありがとう。ほら、飯塚さんも言ってあげてください。ははそうだよ。飯塚も角田に、お前変だよって言ってやれよ。なんでだよ。これ、ジャズスター。これ何え、な、なにそれロシア語で、お願いしますって意味です。そうか。いや、いや飯塚え パジャールスターいつか、パジャールスター頼むよパジャールスターいつか頼むパジャールスター言ってくれよいや、もう、あの、角田が変っていうか、もう全員変だよ。いや、俺、俺、俺、言ってくれよパジャールスターって、パジャールスターあそこ、巻下じゃないんですよ。違う。パジャールスター。パ、パジャールスターラハラッシュラ、ラハラルシュロシア語講座やめろ